ミトラダテス4世は、アルサケスアッサパルティアの王。パルティア西部を支配した王オスロエス1世の勢力を継承した。ボノネス2世の息子であり、ボロガセス2世、パコロス2世、オスロエス1世の兄弟にあたる。兄オスロエス1世と共に、パルティア西部で勢力を振るい、東部を支配する王ボロガセス3世に対抗したが、アルメニア王国の王位継承をめぐる問題から、 ローマ帝国の皇帝、トライアヌスの信仰を受け、取得手資本を、はじめ前バビロニアがローマに占領された。ローマの手で、カイラパルタマスパテスが、パルティア王となったが、オスロエス1世、ミトラガテス4世、そして、ミトラガテス4世の息子シナトルケス2世はこれに、反発して、抵抗を続けた。117年に、ローマの信仰帝ハドリアヌスがバビロニアを放棄すると、 兄オスロエス1世は、パルタマスパテスを破って、バビロニアの支配権を回復した。129年、オスロエス1世が死去すると、ミトラダテス4世はその後継者として、パルティア王となった。東部の王ボロガセス3世は、アラン人との戦いに奔走していたが、トラヤヌス戦などの影響でミトラダテス4世の不利は、どうともしがたく、またその後も、ローマとの戦いに明け暮れた。 彼は息子シナトルケス2世を後継者に指名したが、対ローマ戦の最中シナトルケス2世は戦死し、ミトラダテス4世もまた140年にローマ領コマンゲネを攻撃した際に戦没してしまった。この結果パルティアの大部分がボロガセス3世の支配下に入った。しかし、ミトラダテス4世の別の息子ボロガセス4世は、ボロガセス3世の死後権力を握ることになる。 ありがとうございます。